イリー、TikTok のこれ見た？流行ってるらしいぜ。プニプニ体操第1位。しょうもね。プニプニ体操って何なんだよ。騒がしいな。何をそんなペチャクチャ喋ることがあるんだ。休み時間は静かにさせてくれ。びっくりした。成田いたのかよ。気配なさすぎ。怖えよ。聞こえてるっつーの。僕はお化けか。僕は学校の誰とも関わろうとしない。そんな僕をクラスメートたちは陰キャ扱いしてきたり、不気味だと陰で言ったりしていた。でも僕にとってそんなことはどうでもいい。うん、この本面白いな。小説の参考になる。僕のもう一つの顔、それはウェブ小説家。主にブログで小説を投稿していて、かなりアクセス数を稼いでいる。幼い頃から本が好きで、古本で文庫本を買い漁っているうちに、自分でも見よう見まねで小説を書くようになった。ペンネームはオブザーバー、観察者という意味だ。オブザーバーさん、今回の投稿も最高です。僕の作風は主に学園もので、クラスに馴染めない主人公が他のクラスメートたちを俯瞰で見ているというものだ。まさに学校での僕そのものだ。そんな僕が書く小説は、同じようにクラスに馴染めない悩みを持つ学生を中心に支持されていた。ありがとうございます。頑張って書いた甲斐がありました。次も楽しみにしててくださいと。よし、新作を書き進めよう。こうやって小説ブログを通じて読者とコミュニケーションを取ることが楽しくて、自分の居場所は学校なんかではなくここなんだと思っていた。充実感。ところで TikTok って何？ある日、僕は小さい頃から行きつけの本屋に顔を出した。小春さん、こんにちは。あら、成田くんじゃない。いらっしゃい。この人は店主の小春さん。僕に読書のきっかけを与えてくれた人だよ。創業270年老舗の店主。この前勧めてくれた本面白かったです。探偵ものの。それは良かったわ。あれシリーズものなのよ。確か入浴編の次は宇宙編だったかしら。探偵もので宇宙？そうよ。火星人貴族の遺産相続をめぐる殺人事件。いや、スケール。成田くんが書いてる小説も読んでみたいんだけどね。私はインターネットとかさっぱりなのよ。いえいえ、お気持ちだけで十分ですよ。そうそう、成田くんと会った時に言おうと思ってたのよ。実はね、うちの孫娘が成田くんの小説読んでるみたいなのよ。大ファンなんだって。え、本当ですか？本当よ。しかも高校2年生だから、成田くんと同い年なのよ。そうなんですか。奇遇ですね。小春さんのお孫さんが僕のファンか。なんだかむずがゆいような不思議な気分だな。そういえば今度オフ会っていうのをやるんだってね。年寄りにはよくわからないけど。そうですね、日程は来週末で、 SNS でいろいろ準備を進めているところです。それにうちの孫娘も参加したいみたいなんだけど、自分なんかが行っていいのかなって迷ってるみたいなのよね。全然気にしないでおいでよって伝えておいてください。喜んで歓迎しますよ。小春さんのお孫さんだから、きっと優しそうな女の子に違いない。そんな期待が膨らみ、来週末が待ち遠しくて仕方がなかった。そしてオフ会当日。オブザーバーさん、はじめまして。エリカって言います。あ、カジノです。お会いできて光栄です。こちらこそ。今日は楽しみましょう。みんなおとなしい人か、オタクっぽい人ばっかだな。あの、オブザーバーさんのオフ会の待ち合わせ場所ってここですか？あ、はい、そうで。君はうちのクラスのハルさんだよね。なぜここに？なぜって、私もオフ会参加者だから。全然気にしないでおいでよって言ってくれたんでしょ。おばあちゃんから聞いた。おばあちゃんってことは小春さんの？そう。うん、ちなみにハンドルネームはハルル。これならわかるでしょ。そのハンドルネームを聞き、彼女は僕がブログで小説を書き始めた頃からの古参ファンの人物で、間違いないことがわかった。名前がハルで、ハンドルネームがハルルか。というか、
小春さんの孫だから名前が春。じゃあお母さんは大春とか。よっしゃった。ドキュンだわ。ズバリ。みんなめちゃくちゃビビってるし、これからオフ会なのに大丈夫か。多少微妙な雰囲気ではあるものの、ファミレスに移動しオフ会を始めたっていう感じで、それ以来オブザーバーさんの小説を読むようになりました。いじられキャラで悩んでいた私に勇気をくれたんです。わかります。僕もクラスのいじってくるやつのこと怖かったんですよ。でも人の嫌がることしてくるやつの方が悪いんだから、悩むのはバカバカしいって考えるようになりました。やっぱりみんな悩むことは同じですよね。でもそういう人をいじってそうな見た目のやつに拒絶反応を起こしちゃうってことはありません？わかります、わかります。パリピっぽいやつとかヤンキーっぽいやつとか。ちょっと君たち。大丈夫っすよ。見た目で誤解されることなんてしょっちゅうなんで。実は彼女は高校の同級生なんですよ。僕の小説を読んでたのは今日初めて知ったんですけど。偶然あるんですか？意外ですね。あなたみたいな人は小説なんて読まなそうなのに。てっきりうざい陽キャ仲間とバカみたいな動画撮ってる方が楽しいんだろうなと思ってましたんや。カジノ君、その言い方はさすがに失礼だろ。でもぶっちゃけそう言われても仕方ないっていうか、今日だって実は冷やかしに来てるんじゃないかって疑ってます。エリカさんも偏見じゃなくて彼女自身の話を聞いて判断しようよ。安心して、私友達いないんだ。え？私クラスに馴染めてなくて、一緒にバカ騒ぎしたりするような友達いないから、なんか怖そうなんだってさ。それを聞いて僕はハッとした。確かに春さんは教室で一人でいることが多かったのだ。やば、今春さんに睨まれた気がする。怖いよね。なんか暴走族の親玉と付き合ってるらしいよ。マジ？っていうか暴走族の女版ってなんだっけ。レディースだよ。やば、レディースなの？なわけあるか。どこの情報だよ。私は好きな格好をしてるだけなのにさ。そんな時にあんたの小説ブログを見つけたの。ほら、こんな文章なかった？彼らは僕のことをとやかく言うけれど、僕にとって彼らは退屈な景色に過ぎない。この文章に私は救われたんだ。それ以来あんたの投稿する小説を欠かさず読むようになった。ハルさん、嘘だ。そんなの。そうですよ、騙されちゃダメです。こういう人種は私たちオタクを心の中でバカにしてるに決まってます。君たちはまだそんなことを。確かに僕も最初は彼女に偏見を持っていた。でもさっきの話を聞いて分かっただろう。彼女も僕らと同じ悩みを持つ仲間じゃないか。ふん、仲間？僕は絶対認めないね。どうせオブザーバーさんの気を引くために嘘ついてるんだ。そうよ、私たちの輪に入ろうとしないでくれる？いい加減にしろよ。君たちが今彼女にしてることは、君たちが今までやられて嫌だったことと何が違うんだ。彼女のことを理解しようとせず、自分にやられて嫌だったことと同じやり方で彼女を傷つけているのがわからないのか。でもどうしても納得いかないのであれば、このオフ会はお開きにしよう。これ以上は楽しく話せそうにない。カジノさん、行こう。たく、どこまで卑屈なんだ彼らは。ハルさん、ごめん、嫌な気持ちにさせて。ううん、ありがとう、かばってくれて。なんかオフ会って感じじゃなくなったね。あの日以来、僕たちは学校でも話をするようになった。クラスメートたち曰く奇妙な組み合わせらしいが、僕らは気にしない。大切なのは偏見を持たず相手を知り理解すること。僕にとって彼女は大切な人。それだけで十分なんだ。
よ、成田です。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。面白いと思ってくれた人は高評価ボタンをよろしくね。チャンネル登録がまだの人は登録もよろしくお願いします。100万人登録目指してるからよろしくお願いします。登録後はベルの通知もオンにして次の動画をお楽しみにね。あ、早速してくれたみたいだよ。わお、どうもありがとう。それじゃまたね。トプラの漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。